では続きまして、また森高コネクションである OL の青春英語の場合やってみたいと思います。これはエクササイズにもなるのでね、やりたいと思います。
ある OL の青春、メルトンにでも出てみようかな。私は真剣なので終わるところがね、最高ですね。面白いと思って、子供ながらに面白いと思って、気に入ってたのも、気に入ってました。はい、ありがとうございました。ある OL の青春、聞いていただきました。